ピンチしてシードローすることで音しかも上変更してし5試合目突入になるが、上京ドリル、おっと空中しろ空中しろ、さあ戻れるか、上あと外出されてもう一度どんどん一気に
ただプリンの空中後ろもめちゃくちゃ強くて、ただプリンの空中後ろは持続の方が長くないんで、あまりファルコほどこう持続を食べれる技ではないですね。ジャク、ブラスタージャクで浮かしてからの空中後ろ、パス確保仕方なく当てる。さあもう一度外出して、さあさあさあ空中後ろ外にちゃんと出して当たらないが、おっとなんと復帰、空中後ろ、おっと上スマッシュバーナッシュ、さあ掴んで眠る、掴んで眠る、さあどちらリセットか優勝か、空中後ろ、おっとちょっと逃げたか、空中後ろ、空中前掴んで外出して戻るか、戻るか、もう一度使って外出して、これは戻れるか、おっとまさかの裏手、緊張の瞬間でした。さあしかしかなりダメージを食らってしまったぞ。さあ 103% これはかなり厳しい、シールドドロップからの空中後ろ、あと空中後ろ外出されて、さあ戻れるか、おっと短い、あとガグデックしたところに刺さって、優勝はマッスン。Congratulations!